今回はファントム2でのサイドワインダー発射について解説します。サイドワインダーの発射方法は ACM モードを利用した発射と通常発射の2通りがあります。今回の標的は F5E でペイントは MIG28 にします。ファントム2の武装とペイントはこちらにしておきます。それではまず ACM モードを利用した発射について解説します。まずサイトモードが AA になっていることを確認します。ダイヤルは左クリックで左、右クリックで右に合わせます。そしてマスターアームをアームにクリックで切り替えます。サイトモードを AA にしてマスターアームをアームに設定したら、この図のような手順でミサイルを発射します。この手順はあくまでマニュアルに書いてあるもので、多少手順が前後しても問題なくミサイルは発射できます。あと表の括弧内にはデフォルトのキーを表示しています。ここで示したキーの割り当てを確認します。ノーズギアステアリング、デフォルトで N キー、 AAR ボタン、デフォルトで S キー、トリガー、デフォルトでスペース、ケージボタン、デフォルトで C キー、ピンキースイッチヒート、デフォルトで左シフトプラス S キー。私はピンキースイッチとケージボタンだけスロットルのボタンに割り当てていて、それ以外はスティックに割り当てています。それでは ACM モードでサイドワインダーを実際に発射していきます。まずマスターアームをアームにします。アームにするとガンの下にアームという文字が点灯します。ケージボタンを押します。続けてピンキースイッチをヒートに設定します。ノーズギアステリングキーを押してレーダーでロックします。シュートの点灯を確認したので、目標を照準に捉えて AAR ボタンを押し続けて、シーカーをアンケージしてトリガーを引き続けてミサイルを発射します。スプラッシュ1、無事に撃墜できました。このモードは敵機をレーダーロックしてシュートと点灯されるので、発射の判断が迷うことなくできるのがいいと思います。ちなみに ACM モードは武器選択ノブを B の位置に移動させることで終了できます。それでは次に ACM モードを用いない通常モードで発射を行います。発射手順は次の表の通りです。 ACM モードより手順が少なくて楽です。私はドッグファイトをするときはこちらのモードを好んで使っています。それでは F5E を相手に実践してみましょう。マスターアームをアームに設定し、ピンキースイッチをヒートにします。あとは敵を照準に捉えてシーカーをアンケージしてミサイルを発射するだけです。シーカーアンケージ、ボックス2、スプラッシュ1、シーカーをアンケージした場合、本来ならばと甲高い音がするのですが、ゲームの不具合のためか時々音が出ないです。その代わり無音になるので、無音になったらミサイルを発射しましょう。最後に CPU とドッグファイトの練習を行っていきます。今回の相手はエースレベルの F5E です。このレベルの F5 と何度も戦ったのですが、今の私の腕では敵の後ろを取ることはできなかったです。なのでヘッドオンでサイドワインダーを打ち込んで撃墜するのを狙って動きます。敵の後ろを取ろうとして細かい軌道をとっても、小型で小回りの利く F5E には勝てる気がしませんでした。操縦桿は機体のエネルギーがなくなりすぎないように意識しながら引いています。あっぶねー、敵のガンが飛んできました。エースレベルの CPU だとチャンスがあればすかさず攻撃をしてくるので油断できません。次のヘッドオンでサイドワインダーを打ち込みたいので、多少無理な軌道をしてでも敵を照準に捉えます。敵の方が先にこちらを正面に捉えているかな。ミサイルが飛んでこないことを祈ります。ちょっと苦しいけど機首を引き上げて敵を照準に捉えます。ボックス2、さすがに外れましたね。磁気の速度がだいぶ減ってしまい、不利な状況になりました。アフターバーナーをフルで点火して、可能な限り機体の速度を回復させながら再度攻撃の機会を伺います。今度はこちらが先に敵を機体の正面に捉えました。ボックス2、おお、スプラッシュ、いやあ、なんとか撃墜できました。まあ、動画にしていないだけでエースの F5E には負け越していたのですがね。勝率は2割くらいしかないです。
機敏な動きが要求される軌道では F5E には立てる気がしないので、可能ならドッグファイトは避けてエンジンの性能を生かした戦いをしたいですね。オンラインで対人戦をするときは一撃離脱に徹して戦闘を展開したいですね。それでは最後に飛行場を目指して飛行しながら、先ほどの戦闘を敵の視点から簡単に振り返ってみましょう。無理やりサイドワインダーを打つために機体を動かしたため、ファントム2の速度がかなり落ちてしまっていますね。交差した後、鉄機はマッハ 0.65、磁気はマッハ 0.5 になっていて、かなり速度の差が出ていますね。ただ、鉄機が速度を維持したままで、緩い旋回をしていたおかげで、磁気の方が先に旋回を終えて、ヘッドオンで攻撃を仕掛けることができました。でも、鉄機が急旋回をしていたら負けていたでしょうね。飛行場を確認したので、着陸のアプローチに入りたいと思います。ちなみに私はファントム2での着陸については、全然勉強していなくて、かなり雑な着陸になるのですが、ご容赦ください。いやあ、なんとか無事に着陸できました。着陸が上手な人の動画を見たのですが、皆さんしっかり機体を減速させていました。自分もマニュアルを読んだり、上手い人の動画を見て着陸を練習したいです。それでは今回の動画は以上となります。今後も DCS の機体やミッションエディターに関する解説動画をゆっくりなペースでアップロードしていきますので、ぜひチャンネル登録のほどお願いいたします。あと、この動画が少しでも役に立ったら高評価をお願いします。それではまた次回の動画で。